アメリカ労働省が発表した3月の雇用統計は失業率が3.5%に低下し農業分野以外の就業者数は2か月連続で鈍化しました景気の動向を敏感に示す農業分野以外の就業者は前の月と比べて23万6千人の増加となり市場予想とほぼ同じでした。就業者数の伸びは、 1>, 1月の47万2千人から2ヶ月連続で鈍化していますまた失業率は3.5%と前の月から0.1ポイント低下しました雇用統計の発表の直後外国為替市場ではドルが買われて円が売られ1ドル132円台前半をつけました